こんにちは。ピエトロが倒したのは大地の竜だったというわけで、ものすごい勢いでストーリーが進みまして、ウラノスに乗ってマンセル地方にやってきました。まずここから歩いてマンセル村っていうところに行くって感じですかね。本当にウラノスさんが寝ている、そっとしておこう。いつの間にやら、あ、どうしちゃった、間違えたよ。よし、じゃあ向かいましょう。あ、そうだ、ガボも何気に仲間に飛んでるちょっと待って、ごちゃごちゃしすぎなんだけど。ウィンドシュート、ごちゃごちゃしすぎだぞこれ。ラクナカメと名前違うかもしんないけど、あー、もうわかんないハイエナたちか。いや、イリュージョンスラッシュ来た。ガボのレベルが9に一気に上がりましたかね。もうよくわかんない。そう、ガボも気づいたら仲間入ってたんだよね。で、イリュージョンスラッシュ、全方向の敵にダメージ。で、ん？指導騎士の MP が全くないな。なんでこんなないの？そのまま来た感じになってんのか。微妙に減っておる。びっくり。で、今ごちゃごちゃしてた敵はマンセル地方のまずカピバラ、鋭い牙を持っているモンスター。小さな子供なら即死に至らしめることもある。すごいな、牙が手に入るんだって。で、これがハイエナか。凶暴化したハイエナで鋭い牙と体当たりで攻撃を仕掛けてくる。残飯なぜ残飯なの。で、これだ、カメラクダだ。ラクダカメって言った、私どっちだっけ。合ってるっちゃ合ってたな。コーラマニアのラクダで防御力が高く強力な足で攻撃を仕掛けてくる。カメの甲羅欲しい。でかそう、カメの甲羅。結構敵の種類あと3体出てくるのかな。あ、違う、4体。へえ、そんな出てくるっけ。2回も行かないもんな、ここ多分。あ、でもマンセル地方だからあれか、洞窟の方の敵もいるもんね。わあ、ガボがかわいいです。みんななんか強力な技を覚えすぎちゃって。派手のライダー、相変わらずロードは長いんだよな。おお、あれか、幼子を死に至らしめるという。お、キバかな。ガボちゃんがレベル11に、キバ、よし、キバキバー。動物の鋭い牙、アクセサリーにでも使うのだろうか。知らねえよ知らねえよあ、こっちも行け、回っていくのか。どうやって行くんだっけ。そんな感じ、あ、そんな感じか。あっちから回っていくのか。ほう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 。宝箱とかないですか。隠れてないですか。じゃあ行きますかね。手前の方に進んでいくのかと思ったけど。かわいいガボ。なんかちょっとガボが強くなってほしいけど、全然みんな戦う気ないな、今回。どうしたんだよ。みんなガンガン使うんですか。指導騎士はないんだ。 TP じゃなくて MP が。おお、ナルシアも入ったんだよな、そういえば。
よし、すごい経験値入るわ。レベル差あるとありがたいね。端っこに宝箱とかないか。お、この先マンセル村、癒しの果実だ。ちゃんと音がする。風車。見ろ、うわ、あ、かわいい。やあ、はははは、風のライダー。ガボはやっぱかわいいな。あ、でも3だもんな。やっぱ丈夫だよね、ガボちゃん。もう2回攻撃した。回転切りレベル4。キバ、いい音だ。カタ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 。遠いところをようこそ。風と風車と、そして渓谷の村、マンセル村へ。楽しみー。着いた。ここはマンセル村と言います。石のある岩、ウラノス様の塔と竜の国へと続く道があります。すごいよね、そう考えると。こんな土地ゆえ何もありませんが、どうぞゆっくりしていってください。だそうですよ。400ゴールド。めっちゃ雰囲気いいな、この建物の感じとかも。すごいいい感じ。これはこれは、マンセル村にようこそ。おや、後ろにいるのはあなたのペットかな。妙な顔をした犬ですな。そっか、犬に見えるんか。何作ってるんだろう。いいな、おばあちゃん。おばあちゃんの椅子だ、あれは。びっくりした。いつの間にか寝ていたようだね。おやおや、かわいい犬を連れて。ほらほら、あばばばばば。寝ちゃった。おばあさん。いい感じの雰囲気。2になってさ、結構その街の個性っていうか、まあ、そ、あのピエトロが大きくなったからかもしんないけどさ、1の時に比べて結構遠くのいろんな街とか見れるようになったじゃないですか。なんかいろんな、なんだろう、格好の人、いろんな格好の人、同じこと言っちゃった2回いろんな雰囲気の村見て回れるのすごい。あのポポロ2はそれも楽しかったりしますよね。マンセル村へようこそ。2階で薬と土産、お土産売ってます。ポレポレ風車1号機お土産。つかマンセル風車と、なんだろうな、風車お土産あったっけ。すごく大きな臼だ。滝根村のよりずっと大きい。なんでそんなに急いでるのかって。そりゃどんどん仕事して師匠からいろいろ学びたいからさ。師匠の作る風車は最高ですよ。ほう、若いもんがよく働くおかげでわしはすることがないんじゃ。なんだか寂しいの。ふん、上行く。あ、ここもなんか、あ、こっから上行くのか。階段じゃないのか。ここから行くお店、そんな。ああ、そう、確かにこんな構造だった気もしなくもないな。そう言われると不思議な構造してる。道具屋さん、温泉卵だ。そうだ、マンセル村名物の温泉卵。ほのかに味が染みていて美味しい。いいねー。地方のものっていうか食べ物がいろいろあるのも楽しいよね。
味のあるおばちゃんだなこれは。あ、浴衣か。はいはい、マンセル村の温泉に入った後に着る。マンセル村の幕があしらってある。そうかそうか、マンセル村の特徴的な風車、ゼンマイ式でくるくる回る。いいですね。私も欲しいな、この浴衣とマンセル風車欲しいな。最近そのポポロのそのお土産グッズが欲しすぎて、もう自分で作ろうかなっていう風に思い始めてしまっている。だって売らないんだもん。本当に風車うまく回ってよかった。この村の動力源は風なんです。だからどの家にも風車が取り付けられているんですよ。風車の原理を学ぼうと思って、そこにいる妹と二人でこの風車を作ったんだけど、すごいうまく回り続けてくれるか心配で、こうしてずっと見ているんですよ。風が強くなって壊れたりしなきゃいいけど。すごいな。でもそっか、風が強いんだな、ここの地域。それはちょっと嫌だけど。なんだかものすごく深い。雨よりも私風の方が嫌いですからね。すごい眺め。あなたさっきウラノス様に乗ってきた人よね。一体何の用でこの村に来たの？この村は見ての通りの場所だし、観光名所があるわけでもないし、風車でも見に来たの？うん。確かにこの村の風車大きくて美しく効率もいいものね。ゆっくり見学していってくれると私もとても嬉しいわ。ありがとう。違うよ、風車いいよね。見ていこうじゃあゆっくり。マンセル村へようこそ。2階に武器屋と防具屋があります。お金足りるかな。ぐる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 回るよ風で、大きな風車が回るよ風で。僕が作った音だよ。変な音だね。あ、でまた2階がはしごで行く店って、なんか大変すぎるだろ。よっこだそっと。風のおかげで少ない人手でいろんな仕事ができるんです。子供の面倒見ながらでもね。よいしょ。上がれない。よし。風の腕は。金足りるか。これ金のリングが下がるでしょ。首輪も持ってた。闇の守りか。お金余ったらちょっとまた稼ぎタイム入れるかもしんない。マンセル村の武器や防具は伝統に守られた工芸品で、お土産などにも喜ばれます。ほう、武器屋か。氷の剣。あー、もうこれでお金なくなってしまうな。ウィンドロットだ。ここでウィンドロットなんだ。風の精霊の力が封じ込められた杖、とても軽く動作も機敏に。ウィンドロットはさ、確かポポロ1の説明書で絵が載ってるんですけど、あれがめっちゃ可愛いんですよね。あの道具っていうか、この武器の絵、ウィンドロットだった気がするけどな。あれ違かったらちょっと恥ずかしい。で、バスターソードが下がると。ほうほう、で氷の剣買っていくか。え、何を装備するんだっけ。氷の剣、風の腕輪が白騎士か。白騎士が風の腕輪、そんぐらいか。買えたし、ちょっとまたお金貯めて整えようかな。そうしよう。やってる。こんなに遠くまで来たのにこの村には温泉がないなんて、温泉マニアの私としたことがドアーショック。谷の向こうには竜の国があって、そこは温泉があるって言うけど、
竜怖いよな、どうしよう。竜の国に温泉いいなあ。救いの雨、あの人先話しかけちゃうか。光るやつね、光る四角いものの話ね。これ触るんじゃない。あれ教えてくんない、教えてくんないな。なぜこの村までようこそ。休まれるんだったらミニドレインの家が宿屋になっておるよ。竜の国かい。竜の国は叫びの谷と呼ばれる渓谷を越えていった先にあるよ。叫びの谷へ向かう。お主子供のくせになんて勇気のあるやつなんじゃ。叫びの谷は恐ろしいところじゃ。下手に近づくと竜様の呪いがかかるかもしれんぞ。でも名前が叫びの谷っていう名前がすごいもんな。か、そよ風のように爽やかなベッドがあなたを待っておりますホテルマンセラー。泊まりましょうか。一泊する、安いな。武器とかがさどんだけ高いかよ。あ、ガボちゃん寝てる、かわいいちゃんと布団かけるんだよな、かわいすぎるだろ。めちゃくちゃ可愛かったな。スリープジュエルだって。おーっと、誰誰誰誰誰。これ来た、これ来ました。皆さんドンマエストロ来ました。妖艶催眠術、スリープといえば催眠術、催眠術といえばマーマン、マーマンといえばドンマエストロ。みんな大好きドンマエストロです。あの永遠の番人の館がない買ったじゃないですか。そん時になんかコメントでもめっちゃもらったんですけど、ドンマエストに会えなくてレオさんかわいそうですみたいなのすごいもらったんだけど、実はドンマエストは出てくるんです実はね、マーマンはちょっと出てこないんだけど、ドンマエストだけはこれで会えます。いやーな、これ使えねえな、これ使えないよ。だってしかも弱いしかもさ、そこそこ弱いから、これボス戦とかにポンって出したらすぐ死んじゃうやつじゃん。どうすっかな、いつ使うか、どうしようこれどうしよう、いつ使おう、使うタイミングあるかな。様子見て全体攻撃してこないなって敵いるか、そんなやつ。そん時に出すとかする。風車のおかげで私でも楽に粉を引くことができるの。時折風が強すぎて回るのを止めるのが大変だけどね。とてもきめの細かい粉が引けるのよ。風車の動力で荷物整理も自動化できれば楽なのにな。まあそこはちょっと自分たちで頑張んなきゃいけないよな。これ事務員さんかな、これ風車の調子が悪いってうちの人は2階に上がったっきり、まだうまく治らないのかしら。調子悪いんだ。なんかやってる、いやサボってるだろう、いやサボってるだろうすぐに仕事に戻りますって。なんだ旅の方かい。いや風車の調子が治ったかこうして眺めているんですよ。サボっているわけじゃないですよサボってるように見える、やっぱりサボってるだろう。よし、じゃあでも見てもらって、あの四角い光る、じゃあ光る四角いもの、これなんか別にないのか。
これ押してくれみたいな、そういう感じじゃないのか。じゃあ時間、ひとまず、じゃあちょっとごめん、一回周りで稼いできて武器とかまた買わせていただきまして、それから温泉洞窟だっけ、そっちの方に進んでいきましょう。途中までになっちゃうかもしれないけど、はい。さて稼いできました。ガボちゃんの MP がもうゴンリンゴンリン上がっていきますで、アイテムで、亀の甲羅手に入れました。亀などの背中についている硬い皮膚、思ったより強固にできている硬い皮膚なんだ。皮膚ね。で、あとこっちかな、あ、残飯残飯、有名料理店のお客さんの食べ残し至高の味なので気にせず食べようってやつですやだはい、というわけでもうちょっとだけ進めていこうと思います。おじさん気になるけど行きますか。すごい音が、叫びの谷だけ、わあでかっ、あーかわいいおぉ、すげー、フラワードラゴンたちだ。ありがたい、清らかな水。ガボの声もいいよなー、ガボーっつっていい感じ。すごいでかい。あー、ヒポバズーカね。大きな体を持ち、大きな鼻の穴が特徴で、鼻息で攻撃を仕掛けてくる不発弾ね。はいはいはい。フラワードラゴン、一応ドラゴンの種類らしいが、見た目には竜の風格がないが、力だけは強い。フラワーパイプだ。フラワーパイプ欲しい。不発弾も欲しい。よし。ビュービュー言ってますね。水辺がいい感じだ。 RPG で見るこういう橋いいよね。不発弾、不発弾、ポリバンボ、燃えないポリバースト燃えない、変な感じする。癒しの枝かー、すごい2000ゴールドだ。いいんですか？そんなにいいんですか？ここなんか怖いな、ここ崖になってて。あ、出た。あいつはなんだろう。風のライガー。ライガーか。ライオンとタイガーを掛け合わせた混合生物、鋭い牙で攻撃をしてくる虎の牙か、こいつも。あと1体ラージが出てくるけど何ですかね。じゃあ入っちゃう、とりあえず入っちゃおう。よし、めっちゃ光ってますけど、あ、いける。ラニットかけ、かわいい。ジャングルダンス。おお。でってでってで、あ、おおお、すごいな、すごいな。
かし弱いな。あ、混乱させてくるのか。ロボかわいいな。おお。襟巻きトカゲ。もう次のエリアになっちゃってるかな、もしかして。あー、温泉洞窟になっちゃった。これもう一体粘ってみていい？温泉洞窟の襟巻きトカゲ。寒がりなのか常に襟巻きをしている。長い人で素早く攻撃をしてくる。の前に満月のかけら来たでー。HP、MP 上がる。よし、200ゴールド。ちょっとその前にマンセル地方の敵を埋めたいですね。こいつか。色違い。いや、色違いじゃないか。ちょっとわかんない。あ、カメルだ。あ、色違いだ。オッケー。わかりにくい。出てきましたー。マンセル地方の。これ一気に色違い出てくんだな、これ。わかんねえよ。頑丈な甲羅を身にまとい、鍛え抜かれた強力な足で攻撃を仕掛けてくる。だそうです。一気に出てきたなぁ。わかんねえ。コーラマニアね。よし、じゃあ行こう。この仕掛けをなんとかしないといけない。押せる？ピエトロ。よし、これ出ると戻るみたいな感じだったっけ。仕掛けがすごい。温泉だ。イボイボしてるー。強いじゃないか。風のライダーウィンドシュート。なんちゅう名前だあれ。アンキロナウルス。ガンガンレベル上がるな、おい。トカゲの尻尾。温泉洞窟3種類だけ。アンキロザウルス。太古の時代の生物で、体力があり、硬い皮膚に身を包んでいるので、防御力が高い。骨付き肉欲しいね。欲しいね。あと1体か。温泉。温泉といえば、あの方が出てくるんじゃないでしょうか。いっぱいいけるな。お、骨付き肉きた。ごちそうさまです。お腹空いてくる。どっちだと。こっちかな。どっちだった骨付き。あ、ただあれ2個持ってる。これ誰、どこで手に入れたんだっけ。どっかで手に入れてたわ。運の種いただきます。リリュークの種いただきます。300ゴールド。先は行けないか。温泉だ。こんな不気味な温泉ちょっと行けないけどな。すごい広い。すごい。素晴らしい。あんなに機敏に動けんのにな。埋まったりすんだよな。まだ奥か。お、出てきた。ヘビですかね、あれは。
風のライバー。ツボヘミたち、元気なめ。ラストはツボヘビでした。ツボの中に生息し、大きな口で丸飲みするように攻撃を仕掛けてくる。へえ。襟巻きが可愛いですかね。じゃあなんかある。岩かただのボタンかと思った。頭とか救いの雨、これはめたらやめとく今日。難しい。音なんないな。これさ、押してるとき音鳴ってたよね。ズッズッズッズって。岩の崩れたような音が聞こえた。この奥か。ここではない。戻ったところか。ポリバスト！出た。燃えないホーリーバスト。ガボが可愛い。あんな喜んで。トカゲの尻尾、そう、行き止まり。じゃあ戻った、あそこかな。崩れた崩れた。崩れた崩れた。ここだ。ここですね。渡れるようになってます。というわけで、ちょっとすごい途中中途半端ですけども、あれが始まる気がするので、あのイベントが、結構好きな私のイベントが始まる気がするので、ここで今日は終わりにします。はい、次回ふんどし、あれそこまで見えるかな。どうだったっけ、タオル、タオルだっけ、タオル姿だったかな。まあいいや。楽しみにしようと思います。ではご視聴ありがとうございました。